福島康司政は、日本の厚生労働技官、医学博士、医師。熊本市副市長や、厚生労働省健康局長、国立保健医療科学院長等を経て、医務技官。熊本県玉名市生まれ。熊本県立熊本高等学校を経て、1984年、熊本大学医学部卒業。1986年、国立公衆衛生院、専門課程修了。 1987年厚生省に移動。1989年埼玉県東松山保健所長。1995年和歌山県福祉保健部次長。1999年特定疾患医療受給者証を利用した難病患者の長期観察により昭和大学博士の学位を取得。2000年から熊本市健康福祉局議官や 熊本市健康福祉局長、熊本市助役、熊本市副市長を歴任した。2004年法務省強制局企画官。法務省強制局管理官を経て、2007年から厚生労働省社会、援護局障害保険福祉部精神、障害保険課長として、精神障害者の社会復帰支援等に当たった。厚生労働省健康局結核感染症課長。 仙台県役所長、横浜県役所長、厚生労働省大臣、官房厚生科学課長等を経て、2013年、農林水産省大臣官房審議官。2014年から、厚生労働省大臣官房審議官を務め、地域医療構想策定ガイドラインの策定などに当たった。2015年、厚生労働省健康局長。 2017年成田空港検疫所長。2018年から国立保健医療科学院院長を務め、勝浦市で勝浦ホテル三日月に受け入れられた新型コロナウイルス感染症の患者への検知対応に当たるなどした。2020年厚生労働省医務機関。ありがとうございます。